はい、皆さんこんにちは。今日はこちらのチョコレートファクトリープロローグをプレイしたいと思います。こちらは2024年の6月にリリース予定のチョコレートファクトリーのデモ版となります。こちらは日本語対応のゲームで、デモ版からしっかりと日本語に対応しているみたいですね。ちなみに開発は以前自分がプレイしていたサバイバルゲームのグランドエンパイアと同じ方みたいです。ちょっと詳しくは分かりませんが、確かイスラエルかどこかを拠点にして、一人かかなり少人数でゲームを作っている方だったと思いますね。で、ゲームの内容はキャンディケインの森とガムドロップの丘の間に夢のチョコレート工場を建設し、最高に美味しいスイーツを作りましょう。小さな探索と戦闘の要素を備えた美味しい一人称視点の工場ゲームです。そこではたくさんのお菓子のベルトコンベヤー天国があなたを待っていますということで、お菓子の国でお菓子を作るための自動工業化ゲームみたいです。では早速プレイしましょう。またですね、こちら興味がある方は動画の説明欄に URL 貼っておきますので、ぜひプレイしてみてください。ではスタートしていきましょう。さあ始まりましたね。 G を押して技術リーを開き、次に何をすべきか確認しましょうと。これシュガークリスタルとチョコレートロックということで、次はチョコレートの作業台かな。ここら辺ちょっとグランドエンパイアに似てますよね。まあ いや、とりあえずびっくりマークがあるので、1番でこれを出していくと。ちなみに WASD キーで動いて、シフトでダッシュですね。で、これが、なんか透明なのがあるな。透明なのを破壊するのか。シュガークリスタル鉱脈と。鉱脈の上に使用可能な機械を なるほどね。構築すると多分取れるのか。これタブじゃない。なんだこれか。G ですね。あとチョコレートロックがあれば作業台が作れるよと。チョコレートロック。あっちか。びっくりマークありますね。ということで、びっくりマークのところに向かいましょう。インベントリー系は I か。あ、これですね。チョコレートロックあった。はいはい。これをぶっ壊して、このなんか、衝撃が走るやつとかも、グランドエンパイアですね。よし、まあいや、これで、とりあえず30個ぐらい取ったぞ。はい。チョコレートロックで G を押して、何をするか、やると。あ、タブキーを押したままでビルドメニューな。タブキーはビルドメニューなんですね。で、あ、これか。で、これを置いていく。適当な場所にちょっと置いてみましょう。R で回転。あ、なるほどね。こんな感じね。はいはい。技術台が完成しましたよと。で、じゃあ G だ。で、こちらの方は、電力ボックス、綿菓子製造機、電力が2000生産する。で、電柱か。を作っていけばいいのかな。E で作業する。はい。なんだこれ、チョコレートバー。シュガークリスタル。あ、まあ、ちょっと勝手に作っちゃったけど。砂糖、砂糖を作らないとこれは作れないのか。で、チョコレートバー。あ、これ材料なのかな、これは。はい、一応作った。タブからは作業台。ちょっと待ってよ、これどうすんだ。電力ボックスの作り、新しい構造はビルドメニューの新しいページに表示されますと、タブを押したままカテゴリー番号を押すか。ああ、なるほど。タブを押して回転させるのか。ああ、ありますね。電力ボックス、チョコレートバーが4個。はい、ということで、チョコレートバーを4個作る。OK。で、電力ボックス。わ、でかいね。思ったよりでかかった。まあ、いや、とりあえず適当にちょっと作ってみましょうか。これが電力ボックス。送電網があると。ちょっと待って、なんか足音聞こえるけど、なんだ?気のせいか。ちょっと薄めですね。そして家が出てる。で、続いてこれと同じようにしていけばいいのか。綿菓子製造機はチョコレートプレートは4つ。シュガーワイヤーの方があと3つ必要か。
はい、砂糖をもうちょっと作らないといけないって感じですね。でこいつをわなんかこれなんだ何の矢印だろう。まあ いやとりあえず適当に置いてみよう。はい、綿菓子製造機ができたよと。でこれだな、抽出器で、あもう一個一応電柱を作らないといけない。電柱はシュガーワイヤーが4つ、シュガーワイヤーはまず砂糖を作ってからのこれですね。え、ちょっと待って、作れてない？作れてるのかな？出てきませんね。ちょっと連打しすぎたかな？あれ？出てこなくなった。シュガーワイヤー、あー、なるほど。あー、下の方のボタンに入ってるんですね。あ、なるほど、なるほど。で、電柱。はい、一応、やばい、なんか、あー、電気つながった、つながった。電柱が完成しましたよ、と。うん、うん、うん。で、とりあえずこれで OK か。誰かちょっといるので話しかけていきましょうか。こんにちは。お、なんかやばい、逃げられた。シャイな感じの、フッキーの人ですね。お、ちょっと待って待って待って。嘘だろ。いきなりぶっ殴ってきたよ。ま、倒せるのか。2のダメージ。2のダメージだ。え、ちょっと待って待って。顔が黒くなってるよ。ちょっと。なんてこった。お菓子の国なのに襲われた。よし、倒したぞ。倒して、ボロボロになって何にもドロップとかはないんですね。まあ、食らっても HP っぽいのがないので大丈夫なような気もしますが、どうなんだろう。はい、続いて抽出器。これを作ってくださいよと。抽出器、これか。チョコレートプレートが8つ。チョコレートプレートを8つ。チョコレートバー、チョコレートプレート。あ、チョコレートがない。チョコレートをぶっ壊して。ちょっと待って、これまだ3番にいっぱい入ってるけどな。3番に入ってる。インベントリー。こいつを出しておこう。チョコレートプレート。あ、チョコレートバーからの変換なのね。そういうことか。これは、ショートカットに入らないでほしいな。はい、とりあえず、バーから、そしてプレートに変換していくと。OK。で、いけますね。で、ここに設置だね。OK。これで、この構造物を支えるのに十分な電力を生成できていないため、設置すると電気がクラッシュしますと。まず、新しいジェネレーターを構築してください。X を押すと、構造を破壊すると。え、ちょっと待って、これはどういうことなんだ？綿飴製造機。いいよ。生産オプション。電気。ああ、綿菓子を突っ込むのね。なるほど。そういうことか。ということで、綿菓子を作らないといけないけど、これはシュガークリスタルから作れると。ちょっと待って、忙しいな。シュガークリスタル取ってこないと。はいはいはい。とりあえず、シュガークリスタル。最初にもっといっぱい取るべきでしたね。あれ？これシュガークリスタル取ったよね。完成しましたって言われましたが。とりあえず30個、もうちょいあればいいかな。とりあえずこんなもんでいいだろう。で、これシュガークリスタルを綿飴に変えて、この中に突っ込めばいいということなので、多分そういうことですよね。これを自動化まずさせなさいという感じでしょうか。で、シュガーにして、あ、違う違う、これはシュガークリスタルからいきなり できるのか。で、100個できたよ。で、なんだ？アツクセス、あ、倉庫にこいつを突っ込んでおくと。で、あー、発電された、発電された。電力は復旧しましたよ、ということですね。で、これは何？持ち物にアクセス。あ、そうすると出てくるよ、と。中に突っ込んでありますね。あれ10個ってなってたような気がしたけど。あー、ショートカットに入っちゃいましたね。よしよしよし。ちょっと待ってよ。で、まあいいか。次のやつを見てからにしよう。そしたら次はシュガークリスタル。あれこれさっき取ったやつじゃないのか？で、チョコレートロック。そうですよね。これをまず取れるようにしよう。抽出器8と8。いや、これ覚えるのがちょっとやばいな。まず覚えるところから開始しないと。これが8。で、ワイヤーも8。
よし、これでクリスタルの方にも一応採掘機立てましょうか。はいはいはい、こちらの方に抽出機と。 OK。 はい、で次のやついこう。技術ツリー、次のやついこう。精錬所、ベルトコンベアを使用してアイテムの搬入を処理するか、自動でアイテムを出力する。え、これどういうことだ。まあいいや、とりあえず立てよう。これもチョコレートプレート8にシュガーワイヤーが8と。とりあえずクリスタルは取っていくか。はいはい。あ、そうだ、まだこれ電線つないでなかった。電線つなげなきゃいけない。電線はこれですね、シュガーワイヤー4にプレートか。どれがどれかよくわからんな。はい、ということで、まずは、これはもうもらえば OK。おお、結構取れてるな。めちゃくちゃ取れてるや。作れるだけちょっと作ってしまいましょうか。チョコレートバー。で、チョコレートのプレートですよね。プレートもめちゃくちゃいっぱい作っとく。連打、ああ、連打じゃなくて長押しでもいけるのか。そういうことか。で、砂糖。砂糖を作らないといけないので、砂糖を作ってのワイヤーを適当に作っておくと。はい、こんなもんでいいでしょうかね。で、チョコレートをこっちに入れとくか。とりあえず、シュガークリスタルは少しなくなりましたが、これでいいでしょう。よし。で、電柱。電柱の長さだな。どこまで行ってどこまで。ああ、一本じゃ無理か。一本はここまでですね。で、もう一本を、ここに行けるか？ああ、行けたかな？はい、大丈夫ですね。これで発電されている。で、ここで自動的に生産されているということですね。OK。はい、そしたら次に精錬機ですね。精錬機は何かをするんだろうけど、これか。ベルトコンベアを使用して入れると。あ、なんかやばい。お、なんか、なんか知らないけど、いきなり手前に来るのは何？え、ちょっと待って、ちょっと殴られてる？あ、殴られてるのか。マジか。なんか変な音がすると思ったら殴られてるんですね。やめて。よし。これ戦いに何の意味があるんだ？よし、OK。電力が足りませんと。ああ、やばい。綿菓子がひょっとして切れたのか？綿菓子が切れてる。綿菓子を早く製造しないと。はい、ということで、綿菓子を製造しよう。綿菓子はシュガークリスタルで作れる。70、100さっき入れたんだけどな。とりあえずこいつを突っ込んでと。はい。で、精錬機を作ると。どっちだ？入れる方向がよく分かってないんですよね。まあいいか。とりあえずここに立ててみよう。はい。これで完成したよと。続いては、チョコレートバー、砂糖。これが作れるのかな？で、ベルトコンベア、アイテムを輸送すると。ベルトコンベア、これか。チョコレートのプレートが必要。ああ、で、これが出力端子か。で、これが入力端子ですね。選択するして何をまず作るかと。砂糖にしとくか。そしたらこっちじゃダメのような気がするな。で、これどうすんだ？レシピをセットした技術砂糖が完成しました。コントロールでベアの長さを変更。シフトで長押しで決める。ちょっと待ってよ、これ。中。ちょっと待って、よくわからないな。向きがあるのかな、ベルトコンベアも。これは、なんか、吸着しないんだよな。こっちは吸着するんですけど、これどういうことなんだろう。ベルトコンベアができたよ。ちょっと待って、技術を見よう。で、続いて、クラフター。アイテムを予想する。機械を接続。あ、ちょっと待って。ひょっとしてそういうことか。やばい、こいつ。その他のオプション。ちょっと X か。X で消すと。
さあビルドメニューを開き任意の X を開くと、ビルドメニューをして X、 ちょっと待てよ、はい、消せましたかね。これひょっとしてこの機械にくっつけるのではないかと思っています。勝手に思ってるだけなので違うかもしれません。これやっぱ出力端子っぽいのがあるな、出力端子っぽいのがあるのでここに、違うな、でもやっぱ違う、よくわからない。で、まあいいか、これにベルトコンベヤーはつくのか。つきますね、ついた。なるほど、コンベヤーでくっつけていくのかもしれない、そういうことか。んでここで OK で、やっぱりあれはそのままでよかった。精錬所はこれで OK、 これが排出口と挿入口ですよね。とりあえずここに立ててみようか。電力が足りませんと。電力必要なのか、これも。やばいね。さあ、本当だ。止まってる。止まってるよ。はいはいはい。とりあえずこれを綿菓子に変えないといけない。結構複雑だな。で、またこいつが来るのか。これ本当に何のために戦うのかがわからん。可愛いから一緒に、でもやばいね。なんか画面が赤くなってるから真っ赤かになるとひょっとしたら死ぬのかもしれない。よいしょ。はい、オッケー。とりあえず電力が安定するまでが大変だな。よし。さ、あ、じゃあ佐藤はこのままいけたんだった。とりあえず手動で100しか入れられないのよね。100を入れる、100、200は無理ですね。100ずつしか入れられませんので、これで行くしかない。で、やばい、チョコレートプレートがなくなった。次から次へとなくなる。チョコレートプレート。これも多めに作っとこう。20個あればなんとかなるだろう。で、タブで精錬所、入り口が横にあるのでここに置いとくか。でこれベルトコンベヤーをつないでこの中に突っ込まないといけないんじゃないのかな、多分そういう感じだと思います。そうですね。ただチョコレートプレートが27枚必要と。そういうことか、プレートのことを忘れていた。こいつをもらう。100までしか在庫は入れられない。で、まずバーを作りまくって、で、プレートが27コンベアに必要と。よし。OK。で、早くつなごう。ベルトコンベアー。はい。で、ここまで繋いでいきましょう。よし、これで OK なはずだぞ。ここもなんか今吸着したような気がしたけど。吸着してますよ。なんだ?なんかわからないけど、吸着するときとしないときがある。で、ここでなんか箱とかに出せば OK なんだと思います。よし、ちょっと見ていこう。で、結構綿飴の消費激しいな。で、ここから砂糖になると。クラフトは、これしか無理ですね、今のところ。二つだけ。次には、これか、クラフターか。クラフターを使えば、綿菓子とかにできるのか。で、シュガーケーブル、そしてチョコレートプレートが必要。シュガーケーブル。なんか増えてるな。シュガーワイヤーから、シュガーケーブルができると。んで、プレートの方も足りてないので、これで OK。8個かな。一応これも8個以上作っときましょうか。やばい。シュガーがなくなった。さあ、ちょっとわからないんで、思いつく限りちょっと作っておきましょう。で、ここから、クラフター。これも入り口と出口。入り口2つあるね。待てよ、これ。やばいな。ここに、電気のやつ入り口がある。で、とりあえずいいや。ベルトコンベア急ごう。ベルトコンベア、間違えた。斜めにしちゃった。
よし、壊して奥ですね、奥に突っ込んでおきましょう。よし、でここで綿あめを選択。よし、これで OK。 綿あめのレシピを作ったよと。でこれで OK。 でベルトコンベヤー、これ出力端子は1個しかないのかな。ちょっと待って、ここでつないで曲げたい。あ、ちょ板チョコがなくなった。プレート、プレートもどこかで作っとかないとめんどくさいことになってますね。そしてもっとめんどくさいのは、これ後ろの方に入れるところがあるので、そこまで引っ張らないといけないことだね。いける？いける？いけないのかな？一旦戻しての曲げる。コンベアの角度がつきすぎ。やばいな、これは。入らないかな？あ、いけたかな？いけた、いけた、いけた。よーし。待って、何も出てこない。なぜだ？なぜだ？え、これは、砂糖を選択しましたよね。あ、砂糖出てきた、出てきた。で、この中に入れると、やばいな、なんでだ？待って、綿菓子を生産中。あ、生産してますね。大丈夫ですね。OK。で、綿菓子が出てくる。で、こいつが中に入れば電力一応確保できるんですけど、それまでに切れると嫌なので、一応足しておきましょうか。OK。さあ、ちょっとこれ綺麗に並べれば、もうちょっと効率よくできたと思いますが、まあ、作り直してもいいんですけど、まあ、これでいいや。とりあえずこれで電力は維持できる。どっちが激しい？消費が早いか。77のままだから、ちょうどプラマイゼロぐらいですかね。で、次行こう。で、シュガーワイヤーとか、この部品を全部作りなさいよ、ということみたいですね。ということは、やっぱり全部、ばらさないといけませんね。一旦、ちょっと作り直しましょう。とりあえず、電力関係、ちょっと置き直してみました。これで、綿菓子が、とりあえずできると。で、ベルトコンベヤーの方が少し分岐できないと、吐き出し口が1個だけだったので、次のものが作れないな。違うやつをちょっと入れていかないと、違うところから取っていかないといけない感じなのかもしれませんね。続いて、まあいいや、先にチョコレートの方を加工しましょうか。これも出てくるところちょっと、見てなかったんですけど、どこから出口だ？出口はここか。あ、なんて不便な感じだ。どうしよう。まあ、いろいろとちょっと、作り直す必要がありそうですね。よいしょ、一旦壊す。で、抽出器の方で矢印の向きをしっかりと見ないといけないんだ。出るところ、どうやって選ぶんだ？こっちか。自分が向かないといけないのかな？はい、ここにする。で、これは精錬所はチョコレート確かいけたね。入り口はどれだ？青色これですね。はい、ちょっとここに立てておこう。で、ベルトコンベヤー、突っ込む。で、何を作るかをまず入れないといけないんだね。チョコレートバー。はいはい、OK。で、これで入ってますかね。で、いろいろ技術ちょっと見ていこう。チョコレートバーから、これなんだろう。チョコレートバーウェポン。長押しするとアンロックされます。なんか、消費して、あれなのか。アンロックするんですね。で、一応これが作れるようになったよということで、こちらで作ってくださいよと。これか、チョコレートバーウェポン。チョコレートのプレートがめちゃくちゃ必要だ。よし、これでバーを作ると。はい、ウェポンが完成したよと。これで攻撃できるのかな？ああ、そうですね。できますね。で、続いてはこちらか。アンロックに必要なアイテムが切れてますよ。チョコレートプレートを50個、シュガーケーブルを25個。ああ、なるほど。これを精錬のやつで、あれかな、チョコレートプレートにもできるのかな。ちょっと待って、レシピはどこだ。
に長押しするとオプション、生成を変更。チョコレートプレートもいけますね。 OK。 ならここで出てきたやつをさらにチョコレートプレートに変えていこう。クラフタークラフターの方で、こんなもんでいいかな。資源が足りないと。はい、OK。 なんでこった、資源が足りなかった。資源を作らない、プレートがめちゃくちゃないな。プレートがめちゃくちゃ必要ですので、プレートをやっぱり自動化して作っとかないといけないな。砂糖の方は、まあ、一応ワイヤーも作れたら作りましょうかね。で、クラフターこれですね。はい、とりあえずここに置いとこう。全然見えてなかったので、入るかどうかはわかりませんが、まあ大丈夫でしょう。OK。はい、で、チョコレートプレートを作っておくと。セットしましたということで、これで自動的に、チョコレートプレートができ、あ、チョコレートバーか。え、ちょっと待って。あ、バーが入ってプレートができてるということですね。よっけ、オッケー。で、こっちはどうだ？不詰まりとかはないのかな？生産速度が遅すぎるのかな？あ、でもそんなことないな。1個作って1個出てるので、多分これが変わらないという感じなんですね。OK。さあ、バー、これでいっぱい取れますので、アンロックまではチョコレートプレート、あとシュガーケーブルか。シュガーケーブルもどっかで作ろう。どうしよう。どっか、遠くから引っ張ってこないといけないんですよね。電気は大丈夫？電気の方はまだ600ワットなので大丈夫か。ということで、こちらの方にもう一個作ろう。結構遠くから引っ張ってこないといけないみたいですね。一つは完全に電気用となっていますので、抽出器。で、これはこっち向きで行こう。で、ベルトコンベヤー。プレートがやばいぞ、プレートが。え、ちょっと待って。長すぎますって言われた。限界点があるのかな？まあいいや、とりあえずここまで。一回一回で長さが限界があるのか。あ、なるほど、なるほど。なので、一回で30ぐらいは引けますね。よしよし、これにはプレートが必要なので、早速作ってるプレートを回収しよう。39OK。先に機械作ろうかな。まずは、飴を砂糖に変えないといけないんだよね。入力はこちら。まあ、ちょっと適当になってしまいますが。ああ、もうどうしよう。下に置くか。下に置こう。ここから逆に伸ばしていくことにします。別のものと重なっている。え、どういうことだろう。別のクラフターと重なっていますなってますが、特になんか重なってる感じはしませんね。むしろあれか。材料がないんだ。材料がなかっただけだ。ということで、シュガーのやつから、これ多分いっぱい入ってるので、もらっていけば OK ですね。シュガーワイヤーも作らないといけない。これは一回砂糖に変換してのワイヤーですね。さあ、これでワイヤーもちょっと多めに作っておきましょう。で、これを、そうすると今度、もう一段階踏まないといけないのか。そういうことか。面倒ですね。まあいいや、とりあえずここに精錬機で砂糖に変換してしまいましょう。はい、ここでいいや。よし。で、ここからコンベヤーで引っ張ってくると。はい、OK ですね。これなんだ？あ、そうか、電源がないのか。電源がない。電柱を引っ張ってこないといけない。材料はあった？材料はありますね。
よし。え、これどういうことだ？引っ張れない。届いてないのか。機械からは引っ張れないんですね。電線から電線はいけるけど、電線から機械はいけないと。ということで、これで OK か。はい、これで砂糖が出てきて、シュガークリスタルから今度は砂糖に変換。で、ここから次は、シュガーワイヤーに変換しないといけない。シュガーワイヤーはクラフターかな？そうするとシュガーケーブルが足りないよと。次から次へと足りないな。はいはい。で、クッキーくんは出てこなくなった。あ、いるな。奥にいるな。近くには来てないだけでクッキーくんいますね。はい、一応これも作っておこう。手動で生産がちょっとめんどいな。早いところ自動化しないと。かなり面倒ですね。やばい、来た。ほら、バーの威力を見せてやる。逃げるんかい。逃げた。バーが怖いのかな。バーが強すぎて逃げていきましたね。で、とりあえず、クラフターですね。入り口が2つある。よし。はい、ベルトコンベヤー。入れると。で、ここで、シュガーワイヤーにしましょう。さらに、このシュガーワイヤーを変更すれば、ケーブルができると。ちょっと攻撃力上がってる。3になった。微妙。はいはいはい。でもなんか、早く倒せた気がするな。この雨は無理と。で、こちらの方で、最後に変えればいいわけですね。材料はある？ない。チョコレートプレートがない。チョコレートプレートをゲットする。あとはクラフターで。まあ、ここでいいのかな？さあ、ここでいいのかどうかはよくわかりませんが。あとはこれをつないでおけば。これ、重なってるけど大丈夫なのかな？コンベア重なってますね。で、ここでシュガーの。お、ワイヤーがない。あ、これか、シュガーケーブル。あった。はいはいはい。シュガーケーブルを生産するのに、シュガーワイヤーが足りませんと。なるほど。なので、自作しよう。ちょっと待ってよ。あ、これね、ケーブルが足りないのね。はいはいはい。大変ですね、これ。で、シュガーワイヤーに変える。で、一応これで OK なのかな？長押しして、生産をシュガーケーブルに変更。レシピをセット。で、来てるのかな？あ、来てますね。来てる、来てる、来てる、来てる。これ交差してるけど、特に問題なしだ。よーし、これで自動化できましたので、あとはこの、アンロックするためのアイテムを揃えていくだけと。シュガーケーブルがあと3つ。はいはい。あと、もうちょいだな。入るのを待つ。何個だ？何個必要？あった。はい。これで解放されますよと。はい。チョコレートクレイ。OK。抽出器はチョコレートクレイの体積を検知できますよと。ということで、チョコレートクレイを探してこないといけないのかな。びっくりマークは出てないですよね。なるほど。よしよしよし。はい、ということで、まあ、ちょっと途中ですが、こんな感じで、どんどん、自動工業化して、お菓子を作っていくというような感じみたいですね。なんかちょっと、技術ツリーとか、エフェクトとかは結構、グランドエンパイア、そっくりな感じはしますが、めちゃくちゃ量はありますので、まあ長く楽しめるのではないかなと思います。興味がある方は動画の説明欄に URL 貼っておきますので、ぜひデモ版の方をプレイしてみてください。それでは皆様ありがとうございました。Thank you.